ちゃこんにちは。さあ、ということで、気持ちをなんかお前の番組になっちゃったね。はい、さあもそんなことで言って、はい、さあ、ゲストの高木優太さんです。はい、ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。すいませんね、なんかいやいや、とんでもない。椅子変えたんすよ。分かってる、分かってる。これ、あれだな、いろんな球場で座ってるな。いやすごいっすよ、これすごいよな。監督がお前、これ寝ちゃうんじゃないかっていうぐらい居心地いいですよ。いや、椅子の話はいいんですよ。今日も予想、はい、パリーグ編ということで、よし、行きましょう。やっていきたいと思います。まあ今年は豊さん本当に自信があるということで、セリーグはなんかその降りてきたと、前日夢に、うん、パリーグも同じですか。パリーグはね、はい、ちょっと忘れ気味、降りてきてるんだけど、おっと、ちょっと迷いがある。降りてきたのを忘れたってことですか。あれどっちが先だったかなと。まあでも確かにパリーグちょっと難しいかなっていうイメージあります。難しいよな、はい、今年は特に、ね、はい、まあ、じゃあ、はいはい、最下位から、あ、そうですね、下から行きましょうか。最下位っていう言い方、まあ、だから B クラスの3位、 B クラス3位から行きましょう。はい、これも忖度なしなんだよ。はい、いや、もちろん、もちろん日本ハム、あら、ほう、一ハム、え、なんか納得してないの。いやいや、違うんですよ、結構意外でしたもん。いや、有原が抜けて、それはでかい。まあまあ確かにそうですね。やっぱね、ピッチャー不足だわ。あの打者で言えば野村とか魅力的な選手はいるけども、はい、いるけども、やっぱピッチャーがちょっといなさすぎるな。オープナーだとか、はい、ショートスタートとか言って、はいはいはい、先発陣が、なんていうの、育ってないんだよね。だからそういう意味では、はい、日本はまあ苦しいなと思うよね。でも杉浦投手はちょっとやっぱり良くないですか。抑えな、抑えで後ろは決まって、でもあそこまで持っていくのに大変だよ。だからそこなんだよ、ね、でも打ち勝つしかないって感じですか。まあ、打ち勝つにもさ、はい、他から比べてじゃあ特別打つかっていうとさ、そうですね、パリーグ打つ選手多いですからね、また。だからそこと比べるとさ、はい、まあ、そんなに双璧でもピッチャーが悪ければやっぱそれだけ点を取らなきゃいけないってことでしょ、うん。まあ、例えば楽天の話すると、はい、あれだけの投手陣のピッチャーを日本ハムのバッターがじゃあ簡単に打てるかって言って簡単じゃないでしょ、うん。でも日本ハムのピッチャーを打てって言えば、まあ、そんなに難しくないと思うんだよ。なんだお前、よくそんなこと言って大丈夫かみたいな目すんじゃないよお前。そんな目してたの。いやいやいや、本当にすごい腹決まってた。腹決まってた、決まってた、キモ座ってたよ、キモ座ってるわ。今年ちょっと違うかもしれない。そうだろ、なんか説得力ある。だセリーグの時ちょっと目泳いでたんですよ。泳いでないわ。パーリーガーもうあれ、瞬きしてないですよ。そのうち泣き出すから。なるほど、日本ハム、まあまあ、はい、はい、わかりました。はい、では、B クラス第2位お願いします。オリックス。あ、早っ。あ、結構僕、おー、上来ると思う。もうちょい上かなと思ってました、正直。オリックスは期待しちゃダメなんだ。ものすごい見栄えはいいんだよ。いや、そう、相当それ見栄えいいけど、解説者の中で一番期待を裏切るのはオリックスだから。ああいや、毎年俺も優勝争いとか2位とかやってて、イメージあります。終わったら最下位とか。何みたいな。なるほど、説得力がちょっと違うよね。やっぱ経験の差、ハチマキしたら何っていうおっさんに似てんだ。え、クールポコさんじゃないですか。クールポコさん違うの。違います。やちまったなじゃないですか。そうだ。で、豊さんの予想を毎年結構かき回してるのがオリックスでもあるってことですか。いや、俺だけじゃない、他の解説者もそう。他の方々ももう本当に裏切られたこと何回あるか。いや、本当に。ただ、でも日本ハムより上に行くのはやっぱ投手力だよな。いや、相当いいですよ。めちゃくちゃいいですよ。ただね、野手が若い。あ、まあ、そうですね、若いですね、確かに確かに。だから吉田正尚とかさ、はい、まあ今年ジョーンズもいいかもわかんないけど、はい、でもこれからだな、紅林とか、うん、今年1年経験して、太田とかもそうだけど、はいはいはい、経験して上位を伺えるようになるという、うん、なるほどなるほど。だから確かにピッチャー陣は魅力だよ。ピッチャーは相当いいですよ、うん、ね。でもミスも多いしね、はいはい、うん。まあ、頓宮とかも良くなってるし、頓宮君いいですよ、うん、だからキャッチャーでやっぱり1年間経験して、はい、まあ、来年あたりからA クラスかなっていうような感じはするけど、ね。じゃあ、続いて、4位 B クラスの1位お願いします。これね、はい、セーブ。おほー、なるほど、おろろ、そうきましたか。お前の書き方も面白いね。はい、筆圧すごくないですか。自分っすか。書き順ですか、うん、こうやってこう書いて書き順すごいです。真ん中書かない。
こうやって真ん中書いて四角作る？いや、まあまあそういう意見もありますよ。そう、ね、そういう意見もありますよ。独自の路線だもんね。聞きましょう、聞きましょう。まあセーブね、はい、これはなぜですか、理由は。いや、俺は2位ぐらいになるチャンスはあると思うんだよ。はいはい。で、今年は去年ほど打てないということはないわ。だけど、はい、他のA クラスに入るチームが強い。なるほど、ここの3球団がそれをちょっと上回るぐらい力があると。ある。それとね、バッティング見てるとやっぱ源田があんまり良くないね。成長してない、バッティングの面ではね。はいはいはい。だからあの子がやっぱ上位を打たなきゃいけないっていうのは苦しいと思うよ、出塁率という面では。で、1番もまだ固定されてないという。まあそうですね、やっぱり1、2番が出て山川につながないとさ、点にならないんだよね。そうですね。だからそこら辺、戸の先もあんまり良くないんだよ。だから山川と森はこう昨年のそのスランプを出してくると思うんだけど、戸の先と源田の成長がないとさ、やっぱこう苦しいかなって。噛み合ってこないって感じ。ただ、はい、2位に行けるチャンスは、栗山がどこまで2000本かけて頑張れるか、うん、なるほど。もう一人で頑張ってるからね、オープン戦でも。その姿でやっぱりちょっとこう感化されますね。いや、だから可能性があるということね。で、3位。はい。3位はソフトバンク。おお、マジっすか。うん、大丈夫ですか。うん。これは難しいんだよ。いやあ、意外というか、いや結構意外でした。いや、あ、そこかって思いました。まあ確かに強いよ、はい、いや強いのは分かってるんだけど、はいはい、ただ金属疲労が来てる。お、例えば柳田にしてもオープン戦最初から出れなかった、はいはい、まあ、最近、まあ、後半から 出てきたけどね、まあ、千賀も投げれないような状態だった、はいはい、やっぱそういう人間ってやっぱシーズン中でも故障するケースが多いんだよね。引きずっちゃうってことですか。そこまで引きずるし、はい、無理して開幕に合わせていくと、はい、また怪我をしちゃうとする。だからそういうことも含めてやっぱりこうなんかちょっと金属疲労が来てるような感じがするし、だから松田をまだサードで使わなきゃいけない、はい、松田の打率っていうのは2割5分に届かないんだよ、はい、そこに取って代わる育成がどうのこうのって言うけど、育成できてるかっていうとさ、リチャードっていう選手がいるんだけど、はいはい、リチャードおかしくなってるんだよ。打てなくなっちゃった。あ、はい、お前全然なんか知らねえよ。いやいや知ってますよ、もちろん。そういうところから考えるとやっぱソフトバンクは今年俺は苦しいと思う。なるほど、なるほど。まあ、ここまでもう1位みたいな感じで来てますからね。そうそうそう。まあでも日本一のチャンスはまだ残されるということだからね。まあそうですね、3位ということ、はいはい、確かにありますからね。最終的には、だから日本ハムじゃない、ソフトバンクは俺は苦しいと思うよ今年は。それ野手があってこと、ピッチャー陣も全部含めて、ピッチャー陣も含めて、ね、もう金属疲労が、それはまあ武田とか、はい、ちょっと良くなってきてるけどね、だけどちょっと苦しいかな。おー、これ結構意外でした。意外でした、はい、ね、変えてきました。なるほど、そうだ、降りてきてる。いや忘れちゃったって言ってました。降りてきてる。ここはじゃあもう覚えてたんですね。覚えてます、ね、バカ。1位には覚えるわ、途中でしょ、忘れる。だから思い出した。まあまあそういうことにしましょう。わかりました、はい、じゃあまあもうあと2球団しかありませんが、これは気になります。どっちだと思う、これはでも今までの豊さんの感じを見てたら、はいはい、多分2位がロッテ、うん、で1位楽天なんじゃないかなって、まあ、僕もでもそう思います、はい、お前ら単純だわ、やっぱり。ほんとっすか。あら、まあでもロッテだな。いやいや、何なんすか。まあ単純でしたもんね。ただね、ロッテはね、昨年、うん、打てなかったんだよ、はいはい、で、打てないから点が取れない、うん、でも今年のオープン戦見てると点の取り方が上手くなってる。足を絡めて、はいはい、で、ソフトバンクに強いでしょ、はい、で、二木が行くでしょ、うん、開幕から。で、三間も強いでしょ、ソフトバンク、はいはい、やっぱソフトバンクを倒すものは持ってるんだよ。なるほど。やっぱりこのやっぱ打倒ソフトバンクみたいなのはやっぱあるってことですね。そこさえ、そこでどんだけこう白星を重ねられるかっていうのがやっぱ大事になっていうことにはなるんですよ、ね。まあ、強いチームに勝たないと上にはいけないよ。確かに。 そうですね。それも踏まえた上でやっぱソフトバンクは今年は3位ですもんね。そうだよ。だから2位がロッテ、はい、2位がロッテということはってことですか。ということは、はい、1位が楽天と。かけるか。1
つだと思ってんすか。書き順は気にしない。書き順は違いますよ。書き順はすごいんです。はい、ということで楽天1、楽天2、ロッテと、やっぱ投手陣がいいよな。もうずっと言われてますね、今年は。それと昨年もやっぱ得点を一番取ってるのが楽天なんだ、うん、で、あとはピッチャー次第だったんだよ、はい、で、ピッチャー次第も中継ぎだとか抑えで前半苦しんだんだよね、はい、失敗して、はい、でも今年は松井裕樹が後ろに行くし、うん、最初からまあここら辺はやっぱ硬いかなと思う。でも楽天で優勝できなかったらもう終わりだよ。もうプレッシャーかけてくれる。まあまあそれぐらいの戦力が整ってるということですもんね。と思わないか。いやいや、いや思います。それは見たいですしね、そこ。そうだろう。あで12球団で、はい、一番強いチームってどこだと思う。一番強いチーム。あ、戦力的にですか。あえ、まあ気持ち的には中日ですけど。何？いやでもソフトバンクかなっては思いますけどね。いや、やっぱ強いイメージがあるよね、はい、ただ今年の場合だよね、はい、まあ、やっぱ苦しいと思うよソフトバンクは。でも俺が想像してるよりも上行って優勝したら 2,3 年は続くよ。やっぱ強いよ。そしたらでも今年は俺は優勝はないと思う。早く締めよう。ということで、はい、パリーグの順位予想こういう感じに決定しました、はいはい、これも当てに行きましょう、はい、行きましょう。いや、当たったらどうする。はい、いや当たったらもうそれは。いや12球団全部当たったらどうするんだよ。いやもうLINE 送ります。ラーメン食わしてる。ラーメン、いいっすね。作りますよラーメン。本当に、はい、お、いいっすね。わかりました。ただ当たんないんで多分何年間。1年間1年間作り続けるんですか。無料。いや1年間無料。1年間無料。もういいっすよ。はい、いやもう自分の店じゃないですけど。いやいや、いい、本当にいいな。自分がバイトしてる時に来ていただければ無料で出します。本当だな、はい、そう言ったな。1年間だぞ。わ、はい、かりました。全部当たればですよね。俺は食いっぱぐれがないっていうことだな、1年間。いや、わかりました。昼と晩とか行くから。いやもう絶対当たんないんで大丈夫です。自信あんの。絶対当たんないです。自信あんの。あります。なんだろ俺。